ピクテの萩野です。今日はですね、タイトル、ここからはゴールドかって入れたんですけども、後ほどお話ししますけど、ウェイトを若干上げるという、方向で考えています。そういった中でですね、いつもと同じく、今日、ここ1ヶ月のマーケット、市場局面、あと資産保全戦術的資産配分の戦略の考え方と、金の値動きについてお話をさせていきます。まずはじめに、この約1ヶ月、先週の3月15日までの約1ヶ月のマーケットの状況が実は今までと様変わりしますよということをまず皆様にお伝えさせていただけたらと思います。左が円換算のパフォーマンスで、左がトップ7ですね。金1番、2番目が新興国の後輩と世界の交易、日本株、新興国株式、世界バリュー株式、商品と。で、右側の方がですね、パフォーマンス出なかったのが、米国国債、ナスダック、米国投資的確者債、米ドル、ラッセル、3000グロース、世界情報技術株式、世界リードと、実は米国ものが並んでいて、実はですね、これ過去1ヶ月間、グロースの戦略をしましょうと、多分リコメンドされた方かなり多かったと思うんですけども、その一つの理由っていうのが、後ほど説明しますけども、NVIDIA 含めた、かなり業績が良かったんですけど、違う動きをしたと。そういった中で、この1ヶ月間、まず、金の動きが 7.6% 高かったと。あと、先ほど見ましたように、商品も高かったですね、って話してますけど、商品は 4.9%、結構高いんですね。で、まず一つ、ご理解の金は高値抜けてきました。これ、後ほど説明します。で、商品もこの下落ラインを、この 2年間来てた下落ラインを抜けて、価格変動を起こしてですね、昨日も 1% 以上上がってます。商品の価格動向に違う動きが出てるって、この2つは実は大きなメッセージになる可能性があるということをぜひお話をさせていただければと思います。金の価格に関しては、もう一つ重要なのが、これは過去1年間、2年間の金の価格動向を米国国債と比較したものなんですけど、米国国債と金の価格ってですね、結構同じ連動性を示すんですが、この1ヶ月間ですね、米国国債 0.1% 下がってるんですよ。金は 7.6% 上がったんですね。違う動きをしたと。もう一つここで申し上げたいのは、米国ドル離れが若干起きてる可能性があるからこそ、米国国債ってパフォーマンス出てないんですよと。アメリカの国債っていうのは、海外の方々が投資している例がすごい多いんですね。でも一番多いんですけど、アメリカがですね、ロシアがですね、ウクライナに侵攻した以降、米ドルに対する制裁を行ったんですね。資産の凍結とか。それ以降どういうことが起きてきたかというと、新興国含めて、米ドルから違うものに。なので国債のパフォーマンスなんでこれ良くないかというと、実は米国国債を買っている人が少なくなっているんじゃないかなと。それがこの金との連動性を相当変えてきてて、で、この1ヶ月間違う動きをしたと。これも非常に大きなポイントですね。これ見ててわかるんですけど、上がったり下がるとき同じ動きしてますよね。それが違う動きをしたこの1ヶ月間だったということですね。日経平均ですね。今日は4枚戻りましたけど、日経平均、このラインで戻ってきていたものから1回突き抜けて、下に戻ろうとしたところまで1回来たと。一回こういう時もあったんですね。抜けた時。で、このライン上に今まだいる前提で物事見てますけど、このラインだとすると4万円のところからちょっと揉む可能性もあるかなと。ただ、日経平均はこの1ヶ月間相当強いパフォーマンスを出しましたと。それを比較したのが、円ベースで世界株、ナスダック、日本株、新興国の株と比較した、この1ヶ月間一番パフォーマンス良かったのが日本株なんですよ。2番目が新興国の株。3番目が世界株。で、4番目、実はナスダックを円換算でいくとマイナスなんですね。印象と全然違うと思います。もう一つ見ていただきたいのが、これちょっとすいません。いつもアップデートしてますから、新興国の株の先ほどの指数 2.2% 円換算で上がってるんですが、うちのファンドでいくと、これインカム株式という、どっちかバリュー系、後輩とものが強くなり始めたと。で、一方で、これは成長国に投資する、労働人口が伸びる国に投資していること、新興国の方は 0.7% の相対的にバリュー系の方が強かったという動きをしているということですね。これを見てみると、ラッセルの3000のグロース、アメリカの成長株系、この灰色のパフォーマンスと、新興国の高配当の株式のパフォーマンス、この2年間ですね。これは基本ドルベースで比較しますが、この1ヶ月間で見ると、ラッセルのグロースは 0.7% しかドルでは上がってなくて、新興国の高配当 4.1% 上昇してるんですが、これ相対的なパフォーマンスですね。新興国の株割ること、高配当の株式割ることのラッセルの3000のグロース。上に来てるときは新興国の高配当のパフォーマンスいいんですね。してるときはパフォーマンスは良くないと。で、まあ2022年の後半からずっとアンダーパフォーマンス、新興国の高配当。それが、このラインを上回ってくるかどうかの動きをし始めてると。まあ、まだ上回ってないので、転換したとは言い切れないんですけども、違う動きをし始めてる可能性があり得るということは、これ注目しておけばいいと思います。もう一つ申し上げたいのが、ナスダックの動きと NVIDIA。で、NVIDIA に関しては、これが NVIDIA の株価の動きですね。右側の軸。で、2023年の、まだ約半年前ぐらいから、だいたい400、500ちょっと以下ぐらいのところから一気に今900ドルぐらいまで一回上がってきて、これナスダックの動きなんですよ。ただ、この期間中見ていくと、面白いのが、この期間、灰色の期間中は、ナスダックの方がパフォームを出してるんですね。NVIDIA は動いてなくて。で、この期間中、一緒に動いて、で、一気に NVIDIA が上がったのは、これ決算発表でいい業績を出したと。なので、NVIDIA が上がった後、グロース系の話いろいろ出たんですけど、実際にはナスダックベースであまり動いてないんですね。個別銘柄の話で NVIDIA で生成 AI だっていろいろこの話出てたんですけど、全般でいくと実はあまり動かなかったこの1ヶ月と。それは実はすごく重要で、NVIDIA で生成AI が多分ビジネスは伸びるとは思うんですけども、全般的に伸びなかったところもあったので、実はインデックスベースではあまり芳しくない動きをしたこの1ヶ月間だということです。もう一つですね、これ世界の交易、これバリュー系の話ですね。世界株と世界の交易株のパフォーマンスが、この2年間これ動きなんですけど、この1ヶ月間、やっぱり交易のが、これバリュー系のが強くて、これも同じアンダーパフォーマンスしてるんですね。世界の交易割ることの世界株なので、下に来てると世界交易アンダーパフォーマンスしてるんですけど、それが違う動きをしてくるかどうか。この1ヶ月間、非常に、もしかしたらバリュー系の方が動き始める可能性がある。これ全然日本株は別なんですよ。日本株はこの1年間バリュー系がめちゃくちゃパフォーマンス良かったんです。低 PBR ものがすごい上がって、グロース系がダメなんですね。今度今日本株はグロース系が勝ち始めてです。海外は違う動きが始まる可能性があって、これ起きるとは言ってないんですけども、マーケットの流れが変わる可能性もあり得ることを、この1ヶ月間ちょっと違う動きをしたと。これはラッセル3000、米国のグロース株、米国のバリュー株、実はバリューの方がパフォーマンスいいんですね。1ヶ月間。で、これはグロース割ることのバリューなので、上に来てる方がグロース系の方がパフォーマンスいいんですけど、これもなんか切れそうな、切れそうもないような、今、位置づけのところに来てるということで、切れたわけではないので、転換しましたということは言わないんですけども、この1ヶ月間の動きは、NVIDIA で相当グロース系がいいんだって話しながら、実際にはそういう動きをしなかったっていうことは、運用する際にですね、絶対認識しておいた方がいいです。なんですかね、一つの情報に流されないってことですね。全体を見ながらどうなってるかということを見ることがすごい重要だということです。為替に関してはですね、ほぼ変わらずです。ただ、ドル、これ左側軸ですけど、ドルは依然として円安のラインに乗っかってますし、ユーロ円に関しても円安のラインに乗っかっていて、依然として円安ラインのところに乗ってます。今日150円までドル戻ってますけども、依然として、円安傾向にあると。金利に関しては、日本とアメリカとドイツが若干金利が上がったと。で、ただもう一つ、見ていただけたら、オーストラリアの10年国債の利回りですね。長期の利回りと、米国の利回りはこれだけ連動したっていうのも、本当に珍しいです。今までは、オーストラリアの方がですね、利回り高かったんですよ。米国の利回りはこんだけ高くなってきてるってことは、まあ先ほど申し上げた、米国の国債を買う人が以前に比べて減ってるんじゃないかなという印象を受けています。これだけ同じ利回り水準で連動することはちょっと見たことないですね。もう一つ、クレジット市場でいくと、一番リターンが上がったのが、この灰色の米ドル建ての新興国のソブリン債券、新興国の債券ですね、1.5%。次にハイイールドで、投資的各社債っていう、どちらかというと安全な債券の方はあまり動かなかったというマーケットになっています。ハイイールドの関係でいくと、アジアのハイイールドが一番パフォーマンスが良くて、ですからこの下げトレンドラインを抜けた後、一気にぐーっと戻ってきます。あとが欧州のハイイールド、米国ハイイールドともにプラスの1ヶ月間でした。新興国の現地通貨建ての債券で見ていきますと、現地通貨建ての国債は若干のマイナス。円に対して新興国通貨は依然としてプラスと。ですから円は新興国の通貨に対して円安という流れに今なっているということですね。じゃあ、現在の市場局面についてのお話をさせていただきます。現在依然としてピーク水準にあると。まあ、マーケット全般のサイクルでいくと、まあ、特に株式というような、まあ、リスクアセットクラスでいくと、ピーク水準にあるということで考えています。で、国別、基本はあまり変わってないです。アメリカがピークで、日本はピークに近いところまで。今回、日銀が利上げをしていくと、会合の話になってますけども、まあ、それは当然のごとく、景気が依然として、まだ堅調であるからかと。ユーロ圏は、まあ、どちらかというと、景気悪化の方になってきていて、まあ、中国はかなりまだ今悪い状態にあるということですね。いつも申し上げています。じゃあピークの水準どれぐらいかというと、短期金利の水準に対して長期金利の利回りが低い状態。その時がピークと。今短期金利のこの青い折れ線グラフに比べてアメリカのですね、長期金利の方が利回りが低いのでピーク水準。過去この後、金利が下がるとき、あるいは含めて本格調整があったという話はさせていただいてますが、まあ、この後すぐ本格調整来るかどうかわかりませんが、まあ、とりあえず、まあ、ピーク。で、ピークってですね、まあ、何度も申し上げますけど、ピーク時に 20%、30% で1000点で上がること重々ありますので、今は依然としてピークのモメンタムにあると。いつもと同じく、そのピーク時のところから金利が下がるまで、ピーク時のところから短期金利が下がるまでの時の最近の直近のパフォーマンスどうなっているかをご説明しますと、この時が IT バブルの崩壊、リーマンショック、コロナのバブル、コロナショックですね。で、今回短期金利が長期金利を高い状態。その時に逆イールド、短期金利が長期金利を上回っている状態と短期金利転嫁するとき。まあ、それぞれ逆イールド短金利が長期金利を高いより高いときはパフォーマンス出てましたよと。今回も同じくパフォーマンス出てますが、まあ一度短期金利低下するときにもしかしたらまだ初めパフォーマンス出るかもしれませんけど、まあどっかで調整局面はあり得るという前提で、まあピークという話をさせていただいています。ニューヨーク、米株ですね。米株に関しては、今回の調整、2022年1月3日からの下落を、それぞれのいろいろな過去の下落局面と比較して、どういう形で戻ってきているか。今のこの戻り方というのは、1980年の時の戻りと、あとは87年の、これは、まあ、要は、ブラックマンデーの時の、戻りのこうほぼ近く、緑ですね。で、もう一つ、そういう、結構堅調に戻ってきてて、もう 100% 超えましたから、戻り終わ、要は調整終わってるんですけども、ただ過去、下落して戻ってくる過程のところで、大体、その下落した開始のところから、600日目、700日目ぐらいで一回揉むということを過去経験しまして、まあ、それも想定をしておいていいんじゃないかと思ってます。さあ、利益の動向ですね。SP500、アメリカの株価。で、これが利益、平均の EPS、ちょっとプラスになってきてます。で、これが一つのモメンタムとして株価が上がる状態になってまして、ただ一方でですね、利益の伸び以上に株価が上がっているので、利益に対する株価の倍率、今を26倍近くまで来ていて、26倍以上の時っていうのは過去1996年以降、何回かあったんですけども、その時って結構調整する直前。だからバリュエーション的には結構、ある面、バブルの入り口に入っている水準というふうに個人的には思っております。利益がこれからしっかりとついてくるかどうか、そこが見ものということですね。利益に対する倍率の PR の水準とその後10年間のパフォーマンス、今どのあたりにあるかというのをこれ1ヶ月アップデートします。これお聞きになったことがない方には説明させていただきたいんですけども、ここの水準、これ右側ですね、が赤い折れ線グラフのこの水準は過去10年間のパフォーマンス、年率、10% 強だったということですね。これ2024年の2月。から過去10年間、年率で 12%。下に来るとリターンが上がる形になっています。上に来るとリターン悪かったですよ。で、この青い折れ線グラフは何かというと、株価の利益に対する倍率、我々 PER、プライスアーニングレシオと言いますけど、その水準ですね。で、ここの水準が過去10年前の水準なんですよ。で、今ここまで来てると。で、過去この連動性高くて、ここはパフォーマンス悪かったわけですね。年率で。この時 PR 高かったとですね。左側。で、今 PR20 倍を超えてきている水準っていうのは、過去の水準でも結構高いところに来ているので、一つ言えることは、今後10年間考えた際に、米株はリターンがそんな高くない可能性があると。常に同じパターンのリターンが出るわけじゃないんですね。必ず良かったり悪かったりすると。それはぜひ頭に入れながらポートフォリオを組んでいく必要があると。これは成長株ですね。同じように。今ここの水準。ここの水準っていうのは、30倍を超えたところなんですけど、米国のグロス系のところは、ここの水準いくらかというと、だいたいリターンとして 5% 前後ぐらい。年率ですね。そのぐらいの水準にあるというですね。今我々が経験している高い 15% 近い水準の頃っていうのは PR いくらだったかというと、17、8倍。過去のチャート、10年とか見るとすごいパフォーマンス良かったねっていうのは、その10年前の時にバリエーション安かったってことなんですね。やっぱ投資をするときによく申し上げますけど、10年単位で物事を考えていくと、リターンが上がりやすい。10年単位でもう一つ私メッセージ申し上げたいのは 7.5% 年率でリターンを上げていくと10年間で倍なんですね。だから 7.5% っていうのも一つの、目標リターンの一つの考え方は持ってもいいかもしれませんが、ただその水準がどれかというと 7.5 じゃない可能性あるので、他に 7.5% で出せる可能性あるものを見るというのがポートフォリオ重要になってくるんですね。可能性としてですよ。絶対当たるって言ってるわけじゃないです。で、ちなみに、米国のですね、グロース系の業績動向を見ると、グロース系はドーンと跳ね上がりました。で、バリュー系は芳しくないんですね。だからグロースは、約 6.5%、この3ヶ月間で EPS、利益増えてですね。で、バリューはマイナスの 3.3 で、実は2つに分かれているということです。ですが、普通にインデックス持っていると、これが一緒に混ざったものを投資するということなんですね。一方で、グロース系の株価はもっと上がってるんです。9.7%。先ほど利益 6.5% の伸びですね。これに対して 9.7%。バリュー系に至っては利益減ってるのに 5.6% 増えてるので、どういうことが起きたかというと、PR が上がってます。3ヶ月前に対比で。で、グロース系で 34% 台。34倍台。すいません。34倍台。で、バリュー系では19倍台まで来てて、PR が上がった3ヶ月間。株価を押し上げたのは、利益、グロース系は伸びたけど、あとは、バリエーションが上がって株価を押し上げたという状態になっています。こういった中で、今、マーケットがどういうことを見てるかっていうのをお話しさせていただきたいんですけど、短期金利がどっかで下がるっていう予測で株価が動いてですね。これ私の理解です。短期金利、アメリカの FRB が金融緩和を若干するだろうと。何回するかわからないです。その予測に基づいて株価が上がっているというのと、あと足元業績がいいんですね。あるいは景気が悪くないと。その状況というのはいつ以来かというと、この時以来ですね。同じような状況でこの頃にあって、一回短期金利引き下げて、で、横ばいした時に株価上がってたんですね。で、その水準、この短期金利下げた時に、この灰色がですね、消費者物価指数、物価の上昇率なんですが、それよりも高いところにあって引き下げることができたと。今も同じ状態なんですね。物価が落ち着いてきて、だから引き下げられるんじゃないかと。ただ、この物価がですね、なかなかこれ以上下がらなくなってきてるのもポイントなんですが、ただここから下げるんじゃないかということで話をしているわけです。そういった中で、もう一つ、理解しておいた方がいいのが、これ CRB ってですね、商品価格の指数なんですけど、この時に商品の価格上がってるんですね。景気がいい。失業率低い。で、かつ、金利を引き下げて、活性化した時に、最近ここが強いんですよ。CRB の指数。なので、先ほど、この1ヶ月間で、価格反応したところを、後で説明しますけども、この CRB の指数でこうやってやって、2年移動平均で依然として上昇ラインなんですね。だから結構踏ん張ってるんです。それも踏まえて、結構90年代のこの頃のマーケットがもし、想定してるとなると、商品価格も堅調になる可能性があると。これは足元の3ヶ月間の商品価格のですね、ココア、ガソリン、オレンジ、豚、麺、原油もろもろこう上がってて、ゴーンと下がってるのは天然ガス。あと下がってるのはこの4つしかないんですよ。結構商品の価格は強含み始めてるっていうことは頭に入れていくことが必要と思います。なので先ほど公益が強くなってきたっていうのも、これ商品価格の動き、灰色。で、青がですね、世界の公益株あることの世界株の動きなんですけど、結構連動性示してて、今ここに乖離が起きてます。で、これ商品価格ちなみに1年先に右に動かしてます。先行してる前提になると見ていて、なので、これが踏ん張ってくると、この差異が縮まる可能性があり得るよと。要は相当割安になってきてる可能性があるので、この1ヶ月間動いたと。だから動いてるモメンタムが、グロースの先の話とは全然違うポイントで、マーケットが動いてる可能性があるということは認識しておいた方がいいと思います。これはいいかな。これもちょっと先越します。次に資産保全と戦術的資産配分戦略の考え方についてご説明します。前回まで金20、株式20、現金20、コアポートフォリオ40って言いましたが、私自身がこうポートフォリオを持つかなというのが、金のウェイトをさらに 10% 上げて、現金を 10%。株よりも金のウェイトを3-2の割合で持っていこうというふうに考えています。その説明をこれからお話しさせていただけたらと思います。どっかでですね、現金率で株のウェイトをマーケット調整するときに下げるんですけど、今の段階では比率を下げる考えはないですね。ただ金のウェイトを上げたいと。で、基本原則として何度も申し上げたいのが、資産運用で保全の5つの基本原則は1でなくリスクを十分に考慮した運用を目指す。2つ目は10年サイクルで資産運用を行ってトレーディングを行わないと。トレーディングを行えば行うほどリターンは悪化していく。確率が短いトレーディングほど、マーケットで本当にそれだけ朝から晩まで見ている人以外はですね、リターンが悪化する確率が高くなりますよと。あと、インフレに強い資産を保有する。で、一つの資産に集中させず、相関の低い、違う動きのする資産を組み入れて、割安な資産に時間分散をしながら投資を行って、資産を構築すると。まず見ていただきたいのが、先ほどと同じやつですね。SP500 の、ただ1979年12月からやってます。ちょっともう一つ次に違うチャートを見てほしいので、これ入れてます。これPR ですね。ちょうどですから、今時点の10年前の PR がここ。で、過去10年間のパフォーマンスがここですね。左側がリターン。過去10年間 10% の年率のリターンでしたよ。その時の PR は右側の PR。これ逆の軸になってますけど、安かったんですと。で、今ここまで来てると20倍。このあたりでほぼ、もう表示によって変わってきますけど、まあ、だいたい0から 3% ぐらい。で、これと違うのを、見ていただきたいんですけど、これ同じように見えますよね。実は違うんですね。こちらが、リターンが違うんです。これ何、この、ですね、ピンク色は先ほどの PR、これと変わらないです。株とですね。この茶色のチャートが違うんです。これ何かというと、金なんです。金の10年間のパフォーマンス。で、かつ、左の軸変えてます。左に来た時にはリターンが高かったとですね。これ見ていただくと、今までの金の大体リターン値は年率で、これ 5% ぐらいですよね、左側。その時のアメリカの PR13 倍程度。この高い時ですね、リターン。PR が高い時なんですよ。この時もそうなんですけど。PR が低い時、リターンはピンクばしくないんですね。この関係でいくと何が言いたいかというと、米国の株、あるいは株のバリュエーションが高い時は、金に投資すると高いリターンが得られたってことですね。今の水準、PR20 倍程度すると、このあたり。これ年率ですから。本当と思うかもしれない。可能性ゼロじゃないとは思ってますね。20% 来るかどうかわかりませんけども、15% ぐらいのリターンを、あるいは 20% のリターンを10年間、2倍から3倍ってことですよね。可能性ゼロじゃないと思ってます。でも、私言ってますのは、可能性ありますよって言ってるわけじゃなく、ただ、それぐらいの違う動きをする資産だってことです。株と金は。ですから皆さん株と金を見比べていると、株が上がってる金よく下がってますよね。株が下がってる金上がってますよね。これ我々言うのは相関が低いっていうことですね。相関が低いもう一つのポイントを見ると、株のバリエーションが高いとき、10年単位で考えると、金は投資タイミングだったっていうのが過去の経験則です。もう一つ申し上げたいのは、これは1999年からの金の、このローソク足のチャートですけど、これ抜けました。ここのライン。ずっと見てたんですけど、初めて抜けましたね。これをまたすぐ戻ってきて、下がっちゃうかもしれませんけど、ここで持ちこたえていくかどうか、すごく重要なポイントに今入ってきてます。それはなぜかというと、1970年以降ですね、金ってこういう価格で動いてですね、逆メモリしてます。かつ、逆メモリで10倍ごとに加流してます。数値をですね。そうすると、過去の動きがよく見えるので。で、金はですね、ずーっと下がって耐えながら、ここを超えて下がる。下がるっていうのも上がると、ドーンと上がって、で、またこうやってやりながら、ここを切れると、ドーンと上がって、今こうやってきて、今切れてきてる可能性なんですね。で、これ大体 3.6 倍から 2.7 倍になってるんです。で、こうなりますよって言ったわけなんですけど、じゃあ、これの構造を説明しますね。もう一つご理解いただきたいのが、ドルベースで考えるとですね、金に対してドルって、100としてですね、1970年、この約50年間でどうなったかというと、1.7 の価値になってるんですよ。なぜそうなってるかというと、供給量の差以外ないと思ってます。金は年間 2、3% しか供給されないんですね。ドルは吸ってますから。8%、10%。その際が価格に影響を与えるんですけど、それを見せてるのがこちらですね。これ、米国の通貨の供給量の実績。今回、ゴーンとここまでした。コロナで。で、本来、この差だとするとですね、まっすぐ下がっていくのが普通なんですけど、マーケットにいろんな方々が参加されて、売り買いされているので、そうならないんですね。要はずっとこう下がってきてはいるんですけど、金は上がってきてるんですけども、じゃあそれが何が引っ張ってるかというと、この通貨供給量の差異。だ米国の通貨供給量を2、3% 以下にしてきたならすると魅力ないですし、プラスもう一つ重要なのが、米国の通貨供給量にと金の通貨供給量が、仮にですね、金の通貨供給量がですね、米国の通貨供給量 6% 以下の差異になってくると、魅力で、要は例えば何かというと、米国の通貨供給量が 9% 年率。金が 3% すると 6% 差ありますよね。6% の差の時に、米国の国債利回りが 6% になったら価値一緒なんですよ。価格が下がる一方、金利が取りますね。金取れないじゃないですか。今、金の、米国の10年国債の利回りって 4% 台なので、それから考えると、金の方が投資対象としては魅力があるというふうに考えています。まあ、とにかくこのコロナの時に相当、まあ、日本も含めて通貨をすったってことですね。それが回収できてないということです。もう一つ見ていただくと、先ほどこれ金の価格。2013年からですよ。で、米国国債、どちらも100として動いてきて、同じように動いてきたのが、ぐーっと乖離しましたね。ここのポイントいつ頃かというと、このあたりいつぐらいかというと、これだけ乖離して動き始めてきたのは、コロナショック以降。まずコロナと、二つ目が、アメリカ、ロシアのウクライナ参戦によって、米国ドルに対する規制を行って、で、資産を没収。米ドルに対してどうしようという動きが出てきたと。その際がはっきりこの辺り出始めてきますね。もう一つ重要なのが、国の債務の問題。これはもっと70年、80年単位で物事を考えた方がいいんですけども、これは日本の国の債務の経済に対する比率ですね。今 250% 超えてるんですけど、これは第二次世界大戦で日本が破綻する前の水準高いんです。で、ここからガクッと下がってますよね。これなぜ下がったかというと、日本はハイパーインフレやってますから。100倍近い物価上昇を起こしてるんですね。あと時、旧通貨から新通貨に交換できる制限設けて、それで減ったんです。これは何かというとインフレで、で、もう一つアメリカ見ていただくと、これのオレンジのチャートがこれ、ピンク色のチャートがアメリカなんですけど、アメリカ、やはり第二次世界大戦で相当お金使って 121% まで、経済規模に対して国の財政の赤字は 121% までいったんですけど、今それを上回ってきてるんですね。で、これが過去いろいろな経験でいくと、物価上昇を起こしてるんです。それで、財政の問題が解消されてきたという経験則を持ってて、まあ、決して今回もだからこそずっと物価上昇を起こすって言ってるわけではないんですけども、ただ日本今回金利を引き上げますけども、多分日銀が国債を購入することをやめることは多分ないんじゃないかと。日本株の ETF は購入やめるって言ってますけど、今回日本国債の購入やめるって一切言ってないですよね。これは財政補填をしていると。これ見ていただくと分かりやすいんですけど、スイスは財政が良くなってるんですよ。それが何が現れているかというと、為替の強さです。これ過去5年間の円に対して、いろんな通貨がどう動いたかと。で、みんな軒並み上昇してるんですけど、1番が金。これ供給量限られてると。2番目が実はスイスフランなんですね。財政が良くなってるんですよ。で、米ドルに関しても強いですね。これ経済強かったと。ただ、スイスフランがなんで軒並み強いかっていう、これだけ強いかというと、財政がいいんですね。もう一つ重要なのが、金に対して各国中央銀行が金を購入するようになりました。先ほど申し上げた、ロシアがウクライナに攻め込んだ以降、中央銀行は金を買ってるんですね。どこ買ってるかというと、中国、インド、ポーランド、こういった国々が金を準備通貨として持ち始めていると。まあ、需要としては出てるわけですね。それが金の価格を押し上げていて、普通にですね、今、アメリカの金の ETF 市場を見るとですね、金の ETF ってですね、金額増えてなくて減ってるんですよ。まあ、これ実需だと思いますね。金。実需が強いと。もう一つ重要なのが、中国の元でベースで考えたこれ金価格の推移なんですね。これも同じように抜けるとドン、抜けるとドン、抜けるとドンと上がって、抜けるドンってまた今回高値抜けてきたんです。これ中国人見てます。中国で金すごい人気なんですね。価格プレミアムで取引されてます。もう一つ重要なのが、これ、まあこれは私の勝手なあれなんですけど、中国の中央銀行自身が金買ってますから、金買いやすいんですね、一般人民も。中国のですね、マーケットを見ていくと、2012年以降のマーケット、株と金とそれぞれ不動産を見てますけど、2012年12月を100として、どういう動きをしてきたか。中国株のマーケットにしたい。2012年からこの15年までにかけて。その後ですね、不動産だったんですよ。2020年の後半ぐらいまで。その後、金になってるんですね、可能性が。それぞれ中国人投資している対象が変わってきている中で、今彼らが投資で見ているのは金。というふうに理解しています。中国株に対して中国政府いろんなアクションを取ってマーケットを支えようとしてますけども、全般の流れで見ると、どこに投資のお金が流れているかというと、中国においては今回、元ベースで金が高値を抜けたっていうのは、これ大きなシグナルだと思っております。もう一つですね、金が強いもう一つの考えた方がいいのが、これ金のですね、鉱山企業の利益が悪化してるんです。これは赤い折れ線グラフが、金の主要鉱山企業の売上の利益率なんですね。で、下がですね、これ生産コストなんですよ。ぐーっと上がってきてるんです。生産コスト上がってきたので、利益率下がってるんですね。これは人件費とか、あるいは原材料を含めたもののいろいろなものの値段が上がってきていて、その結果ですね、コストが上がってきているので利益率下がってるんですね。これどういうのに影響を与えるかというと、新しい掘削に対する投資の影響を与える可能性があるんですね。そうすると何かというと、要は金の新しい鉱山、掘削が落ちてくるとなると、要は供給量が落ちる可能性なんですね。だからここも見といた方がいいです。この利益率動向。価格が上がってくると、これ戻ってくるとは思うんですけども、コストが上がってきたことによって、供給量的な制約も出てきているということですね。会社によっては赤字になっちゃったところがありますから。そういった中で、リターンでなくて、リスクにも注目という話をぜひしたいのが、私申し上げました 7.5% のリターン目標。人それぞれリターン目標別々でいいんですね。3% でもいいですし、4% でもいいですし、ただ 7.5 っていうのは10年で倍という、水準なので、私自身はこのリターン目標でやっています。自分の下のですね。その時に何を考えなきゃいけないかと、この 7.5 を取りに行くのを、こちらでも取れますし、こちらあたりでも取れるんですけど、これ何を示すか、価格変動なんです。で、これだけだとわからないので、あえて世界株と金と世界の交易株、これですね。世界株、あと金。それぞれのリターン、過去20年間、年率、リスク。世界株と世界の交易ってあんまりこれ変わらないんですけど、金と世界の交易を50、50組やると、実はここに来るんですね。これは分散投資効果ってやつです。で、この効果がどういうことを意味するかっていうのをぜひ見ていただきたいんですけど、決して世界交易株を買いましょうって言ったんじゃなくて、ただ分かりやすいので、世界株の方がリターン高いですよね。で、これで見るとリスク高いんですけど、これがどういう意味をするかと。で、重要なのは、運用するときに有効なフロンティアって言うんですけども、7.5% のリターンを得るのはなるべく左に来た方がいいんです。右に来ると動いちゃうんですよ、価格が。で、個人で投資されてて、6割減少したとなると、もう身動き取れなくなっちゃうんですね。なので、まずは、ある程度のリターンを取っていくんだけど、左側の方に寄せていくポートフォリオという組み合わせになるということですね。こちらが世界の交易の例でやってます。世界の交易株のパフォーマンスはこの青い折れ線グラフ。94年の12月から。で、この金色が金なんですよ。で、今ちょうど同じ94年からなんですけども、この赤い折れ線グラフ見えます？これは3ヶ月に一度50/50、世界の交易と金を持ちながら3ヶ月に一度 50% に戻すと。動いたら必ず 50% に戻すと。だからそれぞれ高くなったものは売って安くなったものは買うと。高くなったことは上がったものですね。それが結果的にどういうことを起こすかというと、高いものを売って安いものを買うということをこうずっと続ける効果なんですね。そうするとですね、この2つの組み合わせを持っている組み合わせにもかかわらず、一番パフォーマンスがいいです。ただもう一つ重要なのが、税金取られちゃうんですね、20%。税金取られることを考えると、この灰色になっちゃうんです。なぜかというと、売却して利益出ると、20% ちょっと取られるじゃないですか。それもすごくポイントになるんですね、投資するときに。ただ、リバランスっていうのはすごく重要だと。運用するときに。こちら見ていただくと、1年間投資するという前提で考えるときに、一番上が一番のリターン、一番下が一番最悪のリターン、平均のリターン、示したんですけど、左側が世界株、世界交易、金。毎月リバランス、毎月 50% 戻す。3ヶ月ごとに50%、50、50に戻す。で、3ヶ月税抜き、税引き後っていうのは、税金払った後と。で、こうやって見るとですね、この時は世界株平均高いんですね。ただ相当変動しますよと。3年間で見ると、年率、まだ世界株高いんですけど、最低とこ高いですよね。変動あんま変わんないと。まあ、変わんないって怒られちゃうかもしれないですけど、10年になるとこうなってるんです。1994年12月から10年間通しても世界株年率でマイナス 4.5 ってこれ 40% 弱のマイナスだったってことですね。年率でですよ。で、平均値ほぼ10年でやるとリバランスしてる投資ほぼリターン同じなんですね。20年、リバランスしてる方が高くなるんです。だから10年単位、20年単位で物事を考えながら、しっかりと2つの資産をリバランスするときに、一つ申し上げたら、金をインゴットで持ったら削れないですから。それすごく考えられた方がいいと思います。なので ETF なり、公募投資の、ありますけど、証券でやるとリバランスできますけど、あるいは金でやると相当なる、金のコインかなんかでやるか。ただそのリバランスというのが運用上すごく重要になることはご理解いただけたらと思います。で、この前、説明してくれって言われたので、これがうちのゴールデンリスクプレミアムというプラリスなんですけど、2020年6月の26日に設定した基準価格なんですね、これ。これどういう配分でやってるかというと、金 41%、株 39.8% をずっとやってきた。最近債券のウェイト上がってきたのは金利が上がってきたからなんですけど、そういう運用をしているということですね。で、直近もう一つ、去年の秋に新興国のポラリスっていう新興国に投資する金と株の債券の組み合わせのやつなんですけど、これ設定以降の赤い折れ線グラスが我々新興国ポラリスって言うんですけど、愛称で、灰色は新興国株なんですよ。これ同じ投資信託ですよ。分散投資をしているので、安定性が全然違いますよね、相対的に。あくまでこれ過去の結果で言い切れちゃうんですけど。要は組み合わせていくことによって高いリターンですか、安定したリターンが相対的に得られるっていうのが、組み合わせをするときの一つの特徴になると思います。最後にですね、じゃあ金の値動きについてどう考えるか、お話をさせていきます。まず一つは、先ほどの金の価格の推移ですね、逆に。対数チャートで10倍ずつ。まず申し上げたいのが、ここを切れてドーンと下がるときですね。この下がる段階も切れるときと切れた後で分けてるんですけど、それが切れる前のときが赤で、切れた後が青でしたりしますね。ここも同じですね。で、何を申し上げたいかというと、下が標準偏差ってなってるんですけど、これ価格変動なんですよ。価格変動。どれぐらい価格変動するかと。で、この赤い時の前に実はそこを打って価格変動し始めてるんですね。で、青になったらもっと価格変動し始めたと。この動き始めたらブワーッと動くと。ここも同じなんですね。ここから一気に上がってきましたよね。こう、まあ、この、どう下がる前にですね。で、今、ちょっと上がり始めてですね。だから動き始めた可能性が。だからここから、もっと価格変動が起きてきたときに、一般の投資家の方って、いや、上がったら売っちゃおうと話になるんですけど、それを抑えるためにも、絶対分散して持っておいた方がいいです。金単独だけで持ってるとですね、もう本当にジェットコースターになっちゃいますから。分散して持つことがすごく重要な段階に入ってくるかもしれないと。その一つが価格変動が起き始めてきたらシグナルでこの下を抜けてきて下がる段階に入ってくる。まあ下がるというか、まあ上がってるんですけどね。段階に入ってくるかもしれないと。もう一つですね、今までと違う動きをしていること。金価格と実質、よく説明しても実質の長期金利ですね。金利引くこと、長金利引くこと、10年国債の利回り引くことの、要は物価上昇率の期待。こう連動してたのが、乖離はしてたんですけど、今回ですね、実質長金利あんま上がったのが横ばいなんですけど、にもかかわらずドーンと動き始めです。これ、トレーディングじゃないですね。資産運用してる人間が動かしてる、これ動きじゃないと思います。多分実需なんじゃないかなと私は思ってます。本当に金を買ってきてると。トレーディングで見てる人間はこの連動性見てますので、そうではないなと。あと先物のですね、ちょっと今日申し訳ない。先物のポジションとか見てもそんなに動いてないんです。ETF は売りですよ。減ってるんです。あんま増えてないですね。アメリカのやつ。本当実需になってる可能性があると。誰が買ってるか今わからませんけれども、誰かが結構ポートフォリオで持ち始めているとですね。もう一つご覧いただきたいのが、もうちょっと長いタームで金の価格の動向と先ほどの実質長金ですね。上にこう、上がってくると調整要因で、実質金利が下がってくると金の上昇要因ですね。で、こう実質金利が下がってくるときに、2000年代前半の金っていうのは、このライン上と次にホップ、ステップ、ジャンプって上がったですね。で、このライン上でここで止まっていながら、今回すでにホップしてると私は思ってるんですけど、ジャンプ入ってきてるのかなこれわかんないです。ただ言えることは、高値の水準の、まあよく申し上げてた、ここの水準を、がサポートし、ここの水準のところで下落せずにとどまって、この青いライン、か、この黄色ライン。どちらも一つの目安なんですけど、それを上回っていくと、と上抜けてきてるんですね。だからこれ初めてなので、ここから面白い。どうなるかわかんないですよ。どう動くか。ただ、結構強い動きをしてる。で、なぜかというと、これだけ実質長金利が上がっているにかかわらず、この半年間、ほぼ変わってないんですよ、水準。にもかかわらず 12% 上がってですね。相当強い動きをしていると思ってます。円ベースでいくとかなり強いところですね。円ベースで考えると、金は日本に対してなぜこんな強いかと、吸ってるからですね。円を。大量の円が吸られています。ユーロに対しても強いと。トルコリラ、この国も通貨吸ってますから、すごい動きしますよね。こことの比較見てください。10倍以上なんです。たかだ2019年1月以降ですね。新興国の人ってやっぱり持っちゃいますよね。自国通貨でなく。最後にですね、まあいつも喋ってますテクニカル上のポイントを話させていただくと、MACD っていう話をしますね。これ金の価格に対して、MACD の茶色の動きと、ピンク色の動き。で、茶色がピンクのチャートを抜けた時が買い場だったんですよと。その時に高値抜けてきましたねと。この時、茶色が抜けてきた時に、ここでサポート、ここでの下落が終わって上に入ってきて、ここでまた抜けた時に高値抜けてきましたよと。で、今回これ抜けてますよと話、よくさせていただきます。ちょっとやっぱり抜けてきたんですよ。で、依然として動きでいくと上昇ラインに月次ベースでなってます。これ月次ベースですね。月次ベース。長期ラインですね。週足ベースで見ると、依然として上昇ラインに入ってます。で、こう上昇ラインの時がこの赤の時ですけど、上昇ラインに入ってて、上昇ラインに入りながら一回ちょっと茶色が下がってきて、このピンクと重なってまたちょっと上にポッと抜けた時なんですけど、いつ以来この時ですね。この時にちょっと似てるかもしれない。だからここの時一回動いてるんですけど、まあそういった動きをして、今依然として週足ベースいくと上昇ラインになってますね。ただ一方で短期こんだけ上がったので、短期ラインでいくとちょっといいところまで上がってきてます。なので短期的には一回抜けたので、ちょっと動きが止まる可能性がある、あるいは下落する可能性があることを想定して物事を考えた方がいいんですけども、これが上に来てるってことは、ちょっと要警戒、下の方がいいですね。ちょっとモメンタム強いよ。ただ短期的に2023年3月16日間の金の動きでいくと、この上昇ラインから下落ライン、上昇ライン下落って、まあ結構いいリズムで来たのが、こっからどのラインになるかがちょっとわかんなくて、このラインなのか、今このラインになってるんですよ。それか、このラインになるのか、これはこっから見ていく必要があるとは思うんですけども、まあどちらかのラインだかありますけど、このラインだとしたらここまで下がる可能性もありますよと。で、このラインだとすると、これを抜けて上に上がっていくとなると、まあかなり強いラインだと。この2つのラインが一応想定される前提で、今金価格を見てますよと。私個人的に。ということを最後のメッセージで本日のプレゼンテーションを終わらせていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。それではですね、残りの時間で質疑応答のお時間とさせていただければと思いますけれども、まず東京の